メカアキニスワルタマスは、メジロザメ族に属するサメの一種。世界中の熱帯海域に分布し高度海優勢。深度90から430メートルの大陸方園の深海で見られるが、夜間には浮上してくる。全長2.7から2.8メートル。明瞭な全微弁、長く幅広い糞、三角形の上幅を持つ。胸びれは長く、背びれ感に隆起がある。 海底付近で魚類や糖則類を食べる。胎盤性胎性。産子数3から15で妊娠期間10ヶ月。人への危険性は少ない。婚格され様々に利用されている。IUCN は純絶滅器具としているが、個体数は減少している。1950年、サメの専門家スチュワート・スプリンガーによってユーラミア・アルティマとして、 学術史アメリカンミュージアムナバテイツに記載された。その後ユーラミア族はカーキーネス族のシノニムとされた。種商名アルタマスはラテン語のアルタスに由来し、比較的深い場所に生息することを表したものである。タイプ標本は体長1.3メートルの未成熟メスで、1947年4月2日、フロリダキーズのコスグローブリーフ沖で捕獲されたものである。 種記載前には、フロリダの漁師に、コナップ、エスシャークと呼ばれていた。1982年のジャック・ギャリック、1988年のレナード・コンニオによる、形態系統学研究によると、本種は大きく三角形の葉、背びれ間の隆起で特徴付けられるオブスクルス群に、一種、ドタブカ・ガラパゴスザメなどと禁煙であるとされた。だが、 1992年のギャビンレーラーによるアロザイム配列を用いた研究ではメジロザメの姉妹群とされ、これと合わせてリッチバックと群の二つの枝の一本を成す。深い海底に生息する。世界中からまばらに記録があり、おそらく世界中の熱帯、亜熱帯海域に生息している。大西洋ではデラウェア湾からブラジル、地中海、西アフリカ沖。 インド洋では、南アフリカマダガスカル、航海、インドモルディブ。太平洋では中国からオーストラリア派周辺、カリフォルニア湾からエクアドルで記録がある。フロリダ沖、バハマ、西インド諸島ではよく見られるが、ブラジルや地中海では珍しい。普通は大陸方外縁、上部大陸斜面の深度90から430メートルの海底で見られる。 若名は、震度25メートルまで浮上することもある。夜間は、海面近くで捕獲されるため、日周延直移動を行うようである。北西大西洋では、季節回遊すると推測されており、夏は、アメリカ合衆国先海岸沖冬は、メキシコ湾やカリブ海で見られる。1600から3200キロメートルを移動することが、記録されている。明瞭な全微弁。 三角形の上顎は、比較的前方にある第一背びれが特徴。体は頑丈で、糞は長くて幅広く先端はマリー。鼻孔にはよく発達した三角形の全微弁がある。目は少し大きくて丸く、窓科膜がある。口は広く湾曲し、広角に明らかな溝はない。上顎歯列は左右に14、16で、 長く幅広で三角形の線頭、挙子状の円を持つ。中央の葉は直立するが、側方の葉は傾斜する。化学指列は左右に14、15で細く直立し、非常に細かい挙子がある。五体のエラ列は多少長い。胸びれは長くて幅広く、先端は、尖り円はほぼ直線。第一背びれは胸びれ基部後端から始まり、かなり高く構え上。 先端は丸く後端は長い。第二背びれは尻びれの少し前方で、比較的大きく後端は短い。背びれ間の中央線上に高い隆起がある。おひれ付け根上部の小柄には、三日月型のへこみがある。おひれ下葉は大きく、上葉先端には強い結国がある。川葉は近接しているが重なってはおらず、ここは楕円型で三本の水平隆起が円まで続く。 背面はブロンズ灰色で体側にかすかに淡い筋が走る。腹面は白でエラに沿って緑の光沢が見られることもある。腹筋以外のヒレの先端は暗く、特に若菜で顕著。最低でもオスは2.7メートル、メスは2.8メートルになり、3メートルに達する可能性もある。最大で168キログラムの個体が報告されている。 一つのザメなどのツノザメも餌に含まれる。餌は主に定性生物で、エソニーベカ、カレイアカグツカなどの甲骨魚、ツノザメ族、長崎トラザメ族、アカエイカ、ギンザメメなどの軟骨魚類、トウソク類など、小型個体が共食いされることも考えられる。他のメジロザメ類と同じように体勢で卵黄を使い切った胎児は卵黄のを胎盤に転換し、母体から 栄養供給を受ける。産子数3から15だが、普通は7、妊娠期間は10ヶ月。複数のオスに由来する子を同時に妊娠できる。出産は、地中海で8から9月、マダガスカル沖で9の10月。新生児は70から90センチメートル。オスは2.2メートル、メスは2.3メートルで、生成熟する。平均21年間繁殖することができる。 大型であるため危険かもしれないが、深海性なので人が遭遇することは、ほとんどない。刺し網底引きも、マグロ狙いの塩用ハエナワなどで根獲される。キューバではよく漁獲され、カン油、サメガワ、魚粉などとして利用される。東南アジアでは肉、東アジアでは、フカヒレが利用される。米国では利用されておらず、2007年の大西洋。 マグロカジキサメ類の漁業管理計画において漁獲が禁止された。オーストラリアでも利用されない。IUCN は十分な個体数、漁獲データがないため、総合的には情報不足としている。だが、繁殖力が低く漁獲圧が高いため、動向に注意すべきと考えられる。モルディブでは減少しているデータがある。さらにほとんどの根核が国際水域で起きているため、 単一の資源に複数の漁業の影響が及んでいる。1995年の魚類資源及び高度海優勢魚類資源の保存管理に関する国連協定において高度海優勢魚種とされたが有効な保全対策は行われていない。北西大西洋では IUCN は純絶滅器具と評価している。明確なデータはないが一般的にメジロザメと誤認されているため、 米国でのハエナワ漁に近するメジロザメの減少は本種の減少も示すと考えられる。オーストラリアでは重大な危機にさらされてはおらず、軽度懸念とされている。飼育に関しては、1988年以前に国営沖縄記念公園水族館時代の沖縄チュラ海水族館で2.3メートルの個体を5年4ヶ月という長期にわたり飼育展示に成功した。 ありがとうございます。